もしもし、私です。夜分にすみません。その先日来の彼女の扱いですが、やはり調べていただく形でお願いします。体に特徴があれば親族を見つけてやれるかもしれませんし、それに私は彼らストレガの裏にもキリジョンが行った何かの罪があるように思えてなりません。気づいてしまった以上、伏せて葬ることの方が冒涜であるように思えます。無論責任は全て私が。は？今何と？象徴か？遺体がですか？ですが、あの晩の検視では確かに。わかりました。すみませんが、詳しいことがわかるまでこの件他言無用にお願いします。また変化があるようでしたら。はい、お願いします。では。どういうことなんだ。とにかくしばらくは静観して事態を見極めるしかないか。